is 12 midnight. に流れる時の移ろいに人は飛ぶ鳥のごとく夢にさまよう。さすれば夜の帳にいささかの静穏を求め、その翼をしばし休め、泊まりに集う人生。飛ぶ鳥の夢のごとくならば、泊まりにとは安逸の酒場のごとし。バーサンドリオン。罪のない勘違いから始まったお話。ええ、そうなんですよ。総務部秘書課森優子様と、諦めは全ての敗北の母である。
そう言ったのは誰だったろう。1997年5月3日、24時、僕は待つ。場所は北のバールサンドリオンで、営業参加村川俊治だ。あとは社内メールで流すだけっと。オッケー。彼の出した一通の社内メールがどこに行ったかといえば、花の秘書か憧れの森優子さんを一気に素通りし、会社の中をひとっ飛び。あ、社内メール。ここは総務部備品課、まあいわゆるありがちな窓際族のたまり場。何よこの小さい字。総務部、なんて書いてあるんだ。総務部なんとかか、林ひろこ様。なんだ、私宛じゃない。なになに。諦めはすべての敗北の母である。そう言ったのは誰だったろう。1997年5月3日24時、僕は待つ。場所は北のバールサンドリオンで、営業参加村川俊治。嘘。
いらっしゃいませ。こんばんは。どうぞ。あ、はい。ここってバールサンドリオンですよね。はい。北野のバールサンドリオンですよね。はい。はい。今日って5月3日ですよね。はい。はい。ご注文の方はいかがいたしましょうか。あ、すいません、後で連れが来ますので一緒に。はい、かしこまりました。いい曲ですね。春のごとくという曲だそうです。へえ。恋する女の方の気持ちを歌った歌だそうですよ。恋する今のお客様にはぴったりですね。え？いえ、失礼いたしました。やっぱ分かっちゃいます。顔に幸せって書いてありますよ。もうやだ。その方とお待ち合わせですか？私ね、その人にずっと片思いだったんですよね。そうですか。それが急に誘われちゃったりなんかして。それは良かったですね。はい、良かったです。You should care for me. Softfulness, paradise, what I love.Da da 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 da
Marvelous that you should care for me. Yeah, 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 it's awfully nice, but the more is paradise. That is what I love to see. Yeah, you made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. いらっしゃいませ。こんばんは。もしかして、どうしよう。こんばんは。あ、こんばんは。あ、あれ、なんであんなとこ座っちゃうわけ？私のことわかんないのかな。こんばんは。注文いいですか？はい、失礼いたしました。何をお作りいたしましょうか？そうだな、じゃあスコッチをロックで。かしこまりました。あのお客様は？え？ああ、お任せします。お好みは？全部お任せします。はい、かしこまりました。え、僕ですか？そっちに行っていいですか？ええ、別にいいですけど。どうもどうもどうぞ。いえ、どうぞ。素敵なお店をご存知なんですね。ええ、まあ、ここってちょっと分かりにくいところにあるじゃないですか。少し探しちゃいました。初めてですか、ここ？はい、おかげで一つ穴場を覚えました。よかったですね。ありがとうございます。いや、僕に礼を言われても。いえ、あなたのおかげですから。え、そうかな？そうです。まあ、
別にどっちでもいいですけど。一つ聞いていいですか。はい。なんで誘おうと思ったんですか。なんで知ってるんですか。そりゃあれ、はい、あなた前にどっかで僕と会ってません。え、あ、会ってる、絶対会ってる。ねえねえ、合ってるでしょ。どこだったかな、もう今ね、ここまで思い出して、待ってください。え、あ、分かった、備品部、ほら、うちの会社の備品部の人でしょ。あれ違ったかな。林です。あ、やっぱりそうだ、林さん、ほら、いつもほらボールペンとか配って歩いてる人。どうしたの、こんなところで。Now they
I'll miss your sweet caress. And though they take you from me, I always will possess the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Oh no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. Oh no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on this bumpy road to love. Dance till three, the way you changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away, no, from me. But Tuesday's just as bad.
Wednesday's worse, and Thursday I feel so sad. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. The eagle flies on Friday. お待たせいたしました。どうぞ。どうも。へえ、綺麗なカクテルだな。ローズオブバッドと申します。バラのつぼみか。なんか意味深ですね。林さん。え？どうかしたの？さっきからぼーっとして。そうですか。あ、もしかして君も誰かと待ち合わせとか？待ち合わせといえば待ち合わせなんですけど。道理で心ここにあらずってところかな。まあそう言いながら僕だってさっきから時計見っぱなし。あの実は私村川さんのこと店に入ってきた時すぐ分かったんです。悪かったよ。まさかこんなところで会社の人間と会うなんて思ってなかったから。存在感ないんですよね、私って。林さんなんて嘘です。本当村川さん、私のことすぐ分かんないなんて。これから営業参加にはボールペンもコピー用紙も支給してあげませんよ。勘弁してよもう。ねえ、君の待ち人ってどんな人？え？うちの会社のやつ？あ、そうなんだ。ねえねえ、誰？かわいい？あ、吉田でしょ。あ、私のことはいいじゃないですか。村川さんこそ隅に置けないんだから。秘書課の森さんと。いやいや、まあ、僕の方はまだどうなるかわからないや。好きなんでしょ？うん、はっきり聞くね。うん、でも好きなんでしょ？ま、彼女綺麗ですもんね。ねえ、うん、そう、こうなんかね、花があるっていうかな。存在感抜群。
気難しい重役の下でさ、嫌なことだってあるだろうに、いつもニコニコしてさ、スタイルもいいし、そう、入社した時からずっと憧れてたんだよな。苦節4年やっとって感じかな。もし彼女が来なかったらどうしますか。え、なんて、来る、彼女絶対来ますよ。サンキュー、そう言ってもらうと勇気が出る。すいません、ちょっとトイレ借りていいですか。どうぞ、裏手にございます。急にどうしたんだろうね。腹の調子でも悪いのかな。遅いな彼女。あ、どうしよう、このまま黙ってるつもり。あー、ダメ、そんなことしたら村川さん、彼女が来なかったと思って傷ついちゃう。あ、傷ついたら慰めてあげればいいじゃない。これってチャンスだよね。ひょうたんから駒の可能性あるよね。でも、あ、そうだ、あ、もしもし、緑？あ、ねえ、あんた秘書課だったよね。森さんって人の電話番号を知らない？うん、そう、森優子。あ、教えて、お願い。理由？理由なんてどうだっていいじゃない。え、かけてもいない？いないってどういうことよ。え、彼と旅行？婚約者？森さんって結婚するの？マジで気分でも悪いんじゃないのかな。お客様。このカクテルの名前の花言葉をご存知ですか。花言葉？バラのつぼみの？はい。それどっかで聞いたことあるな。ちょっと待って、思い出すから。これはここにいらした彼女の気持ちをお作りしたカクテルなんです。林さんの気持ち？大丈夫？顔色悪いよ。お客様。村川さん、営業参加村川俊二さん。あ、はい。総務部備品課林優子、話あります。Blue skies looking at me, nothing but blue skies do I see. My bluebirds singing a song, nothing but bluebirds from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, mama, how they fly. New days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Bam,
私林って言います。名前ひろこって言います。林ひろこ。漢字で書いてみてください。彼女の名前は木偏に土と書いて森、衣偏に谷と書いて優子。私の名前は木偏に木と書いて林、衣偏に谷と書いてひろこ。あ、秘書課も備品課も総務部です。じゃあもしかして僕のメールが。私早とちりでちゃんと読めばよかったのに。すいません。そうか、そうだったの。すいません。いや、村川さん、笑っちゃうよね。結婚相手がいた上に出す相手間違えるなんて大バカもんです。でも婚約たってまだ結婚したわけじゃないんだし、旅行行って彼女がその人のことを嫌になることだってあるわけだし、村川さんが好きだって分かったら森さんだって気持ち変わりますよ。もう村川さん、そうだよな、まだ諦めるの早いよね。そうそう、諦めは全ての敗北の母であるですよ。そうだ、諦めは全ての敗北の母であるだ。その調子。よし、帰っちゃうんですか。今日は待ち人が来ないって分かったんだし、仕切り直し。そうですよね。あ、そうだ、じゃあ君は何しにここに。あ、私は間違ってることを伝えに、そうなんです、村川さんが誰かと間違ってるって思ったからちゃんと言わなきゃって。だってそうしないと待ちぼうけでしょ。そうか、悪かったな。いえ、じゃファイト。うん、ありがとうございました。本当の大バカはここにいます。でもお客様、花の種はちゃんと撒いておきましたから。え？綺麗に咲くといいですね。バーテンさん？あ、思い出した。バラのつぼみの花言葉。恋の告白だ。え？これはここにいらした彼女の気持ちをお作りしたカクテルなんです。じゃあ、can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Bye.
ba di 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 ba si bi ba ba du ba o be le di um du di du di ya sa di ya lu pi si di ya la m sa ya la m da ya la m da ba ba bi 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 si du si di 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 ya o be bi bu bu m da bu bi 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 du bi ya si bi 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 du bi da bu du bi du ya du bi du ya du bi du wa say you do wa di bi di ba ba di ba ba bi ba ba da sa ba ba di bi di ba say bi 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 um do bi do bi di bi do bi up di bi up da we say you do you do you do um do we di bi bi do um do sweet di di bi do bi do all of me. Can't you see? No good without you. Take my lips, I'll never, never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on? Cendrillon. こよいはバールサンドリオンにお越しいただき誠にありがとうございました。ではここで今夜登場いたしましたカクテルを改めてご紹介させていただきます。カクテルの名はローズオブバッド。ワインをベースにしたほのかなピンク色の口当たりのいい甘口カクテルです。レシピはドライベルモット1/2、それとキルシュワッサーを1/4、それにホワイトキュラソー1/4をミキシンググラスに入れて軽くステアし、カクテルグラスに注ぎます。最後にカクテルピンにチェリーを刺し、グラスに沈めて出来上がりです。バラのつぼみという意味を持つバールサンドリオンオリジナルのローズオブバッド。雰囲気を味わいたいカクテルデビューしたばかりの女性にぜひおすすめしたいカクテルです。それではまたのお越しを心よりお待ちいたしております。ありがとうございました。